コロナ持続化給給、付金の不正受給全国で自主返還は総額166億円に新型コロナウイルスの持続化給付金は数多くの不正受給が発覚しています給付金の受給者が自主返還を申し出た件数は約2万2000件このうち約1万5000件は既に返還がありその総額は約166億円に上っているそうです自主返還があった場合には警察への通報などはしないとのことです キリン、午後の紅茶生茶など値上げキリンビバレッジは10月1日の納品分から午後の紅茶生茶など飲料127品目の希望小売価格を一律20円値上げすると発表しましたいろんなものがどんどん値上げになりますね「那須川天心 VS たける」フジテレビ放送を見送り 格闘家の那須川天心と武雄が対戦する、ザ・マッチ。地上波で放送予定だったフジテレビが、放送中止を発表しました。主催者側との契約に至らなかった、そうです。局と主催者との間で、金額が合わなかったんでしょうね。残念です。福岡県久留米市の農業用ため池の水、抜かれる。 福岡県久留米市の農業用ため池で排水の栓が抜かれ水がなくなる被害が発生しました田植えの時期を前に雨が少ない場合約1月分の農業用水が不足するかもしれないそうです許せませんね